それでは国立歴史民族博物館名誉教授広瀬和夫様による基調講演磯浜古墳群と古墳時代の交通に入ってまいりたいと思いますそれでは早速広瀬様よろしくお願いいたします皆さんこんにちはえっと これからあの伊勢浜古本吾と古本時代の交通というお話をするのですがあの交通といってもいろいろありますよね狭い範囲でのものと人の往来もあれば、うん、古本時代だったら機内中枢と東国との交通あるいは日本全国のこう中心構造を持たない交通もある,あるんですが2番に少し書いておきましたけれども今回は うん水温といいますかね主に海河川交通海上交通を前方後円墳あるいは円墳方,方法という古墳を通して考えるということなんですけれどもこの前方後円墳を材料にして交通を語るといった時に古墳じゃないの交通全般を語るわけじゃないんですねちょっとややこしいですけどあくまであの中央と地方の交通。 に限られると思いますあの話のちょっと最初にいきなりややこしいこと言いましたけどもそれが一つでそのために、えー、第1第2第3と書いておきましたけれども今日はこ,うこの3つぐらいを、まあ、1時間半ぐらいしかないのでそんな詳しくは話できませんがあゃってみたいと思います。で第1にそそうするとあのその 古墳じゃないの交通を考える時の材料になる前方古墳って一体何なんだとこれがやっぱりないとダメなんですねあの何でもかんでもこれを材料にして語られるということじゃないということそれから2番目にあの今日のテーマである「伊豆浜古墳」と「の土水軍」それから第3にあの今回のテーマには直接関係ないかもしれませんがこの地域では海の民の古墳として面白いのが結構ありますので。 それ少し増えてみたいというふうに思います。でまず全部公開っな何だっていうともうこれ簡単に言うと見せるですねでよくあの広告学では市長簿市長簿と言いますが当然あの数も少ないので全員が作ったんじゃなくて地域まあ地域っていうのはどの地域かといろいろ問題ありますけども限られた地域の政治的リーダーと言いますかね。まああの 平た国と言えば豪族といいますかそういう,う限られた人の墳墓でその墳墓は一体何だというと、まあ、今ここにあのこれは神戸兵庫県神戸市の五色塚古墳の写真があるわけですがあの右の上の方は下から墳紀を見た写真なんですね。で前山石の山あの磯浜の車塚もこんな感じ。これはもちろんあの 復元されたものですけれども石、ま、でこれは1 9 0メーターあって今あの一人立ってますけどこれは公園部の墳長部こんなもんがただの墓であるはずないですよねどう見たってお金もかかるし技術もいるしでこういうもんが全国至る所に、えー、ち,ょっとずちょっとずつその差は違いはあるけれども共通した形で、えー、作られる。 これが前方後園本なんですね。で、これも限定付きで時期と地域の限定がありますね。今あのまあ小物研究で大体、まああの研究者によっては少しずつ違いはありますけれども、概ね三世紀半ば頃から七世紀初め頃にかけて作られてると。で、北海道とか東北北部あるいは 沖縄を含,んだ含めた南西諸島この辺りでは作られてないんですねだから今の日本の半島といいますか日本の国のだいたい4分の3ぐらいの地域でこれが作られてるとでそして、えー、前方後方も含めるとだいい三350年間で5,200ぐらい作られてるとこういうことですでそれプラス円分とか豊富なともっと多く10万基とかいう数になりますけれども、えー、こういうものを 相手にしながら交通、どういう交通が語れるのかということが今回のテーマになるわけですね。でこれが一つつまりあの前方後方に言ったら、えー、限られた時代限られた地域に、えー、作られたああの見せる分母であるということですね。でそれは2番の10102たりに書いてますが。 装飾的で大きな本宮というのはこういうことですねそれからこれが大事なんですけども前方後半とか前方後半というのはどこでも作られたわけじゃないんですねあのどう言いたいんですかね深山幽谷と言いますか山の奥には作られてないですねでえ前方後半をずっと登っていって丘の上の上を登っていってもう木がいっぱい生えて量ですけどよくよく目を凝らすと下の方に平野が見えると逆に言うと 平野からも見えるという,う交通の要所あのこれは水,水上交通陸上交通も含めて交通の要所ポイントポイントに作られてそこで、えー、大きな本気を見せるというのがもう一つ大事なのは、えー、に,括弧2の丸2に書きましたけどもこの前方後円墳を見るとこれどうしてもあの うん、地域だけで見がちになるんですがこれはさっき言いましたように、えー、北から南までかなり広い範囲で作られてるわけですけどもあのその中でですね中央確実に中央があるんですね中央と地方の関係があるわけです。えー、特にあの今の奈良盆地と大阪平野大和川水系って書いてますけども大和川という川が流れてるんですけど。 一時ワースト1になったか <laughs> なんですけどもその流域推計いくつかの流域がありますけどもそこで作られているこのあたりがですね前方方の数も多いしい2 0 0ルクラスも多いということでこれも後でまたスライドを用意しましたけれども中央と地方の関係があってそういうものを表している墳母だということですね。ししたがってあもうこ,れこれぐらいにしておきまますかねあんまり 時間がないのでこれを長いことやってるとちょっと前からこれぐらいにしますがで先ほどその政治的本母だという話をしましたがそれの証明と言ったらおかしいんですけどもなんでそんなことが言えるのかということをこの地域の古墳群2つほど材料にして見てみたいと思います。でこれもですねえ今大体古墳時代研究の 別に数えたわけじゃないですけど9割5分ぐらいの研究者は一番に書きました、まあこんな言い方は平たく言うと言うということですけど地域の主張その在地って書きましたがそのそれぞれの地域の主張が好き勝手に作ったみたいな意見が多いんですね。えつまりそのある地域で主張ないし豪族が力を蓄えた。 ああそうすると自分の勢力権力を誇示するために全方公演を作ったんだとこういうああ意見が圧倒的です。で私の意見はそうじゃなくて先ちょっと言いましたが中央性というものが全方公演のあり方には、えー、明らかに認められるので中央と地方の関係を表した糞膀が全方公演だということです。えー、それはですね全国のあのあ 連邦の流れを見てるとようわかるんですけども、えー、3代から4代続いたものが急に消えるとかね、えー、途中から急に出てくるとかいや一気だけ大きなものが作られるとかこれは地域のその動向だけでは説明できないそういう現象が山ほどありますもう今日はそんな逐一触れていけないんですけど2つほどって言いましたけどもちょっとだけお話してみたいと思います。これれれは一昨年ののシンポジウムの時にもも触れたんですけれども えー、北,北日立ですね、えー、日立太田市ですか梵天山古墳っていうのがあって上の方ですねでこれはまあ土器なんかも出てるし奮闘の形も古い三紀半ば後半ぐらいのものだと思うんですけれども1 6 0ー,ーというものすごく大きな全幅が作られるんですね。でそれがこう4台ぐらいにわたって 作られ続けてこの後に高山塚というものすごく大きな塩分を作るんですけども何代かにわたって作られ続けてるわけですけどもそれ自身はいいのですが先ほどからあのこの地域北日立のこの前方が作られる直前ですね 古墳時代の直前弥生時代の後期後半という話が先ほど種沼さんの方からもありましたけれども十王大文化という文化様式が一つ展開しているわけですけれどもその十王大文化つまり北日立のみならず東北もそうなんですけれども弥生時代後期前方後円が作られる前方後円の前夜といいますかね弥生時代後期にはこう高まり奮起を持って墓を作る風習がないんですね。 この地域は全くないわけですで西日本は、えー、どこまでですかね愛知県辺り愛知県岐阜県あるいはあの北陸はずっと作ってますがあの辺りは八重時代の後期に墳球を作る風習があるんですがこの辺りは全くない。えつまり墳球、えー、を土を持って墳簿を作る技術知識そういうものを 金備えてないんですねこれが一点それからもう一つはそういうどう言ったんですかね主張がなくなった時に大きな本気を作ってその勢力を表す主張はいたと思うんですがその主張の勢力を表すという価値観も持ってないこういう地域にこういう大きいものが一気にできるということをどう考えるのかとこういうことをですねこれはもうあの中央政権がこの地域の 交通物と人の往来を抑えるためにそのこの北朝鮮今の北朝鮮そのあたりにいた豪族を手なずけて、えー、中,中央政権のてこ入れで作ったというふうに私は考えてるわけですけどもこういうのが一つあるわけです。であのこの梵天山もそうですがあもう一つ補足しておきますと。 あの皆さんまあ高校古本を見に行かれた磯浜古本君も見に行かれた方が多いと思いますが、えー、意図的に壊されてない限りですね1600年1500年1600年もの間ずっとこの本宮が残ってるわけですね。あの一番上の左側あれ本当に綺麗な形であの奈良県の中心部八坂古本によく似てる。 形なんですけども、えー、なんでこんなによく残ってるのかっていうのはよくあのカルチャー講座なんかも聞かれるんですけどもそれで私ちょっと調べてみたんですけどで土木工学の人とも話して聞いたんですが土で持った粉火球この梵天はほとんど盛り土だと私は想像してるんですけど土で持った粉火球の大敵は雨なんですね雨水雨が浸透するとお崩れやすいこれはあの近年の 集中豪雨なんかでもそこら中で自然の山でもこう,こうだっと流されたりしますよねまして人間が持った土を持った噴球がこんなによく残っているのは何だということで調べるとその,排水あの雨水を排水する技術なんですね排水溝あるいは噴球の中にわざと石ころを混ぜたりですね 砂を混ぜたりするそういういい知識もいるわけですねそしてそれを固めて作る。で排水溝っていうのは、まあ、私今ずっと調べていて、まあ、何個か見つけたんですけども3世紀の前半ぐらいの八重墳墓からすでにあるんですけどもそういう排水溝を墳丘と自然地形地山って呼んでますけど私たちはその間に排水溝を作るんですけどそれがなければ多分持たない。 だからこの盆天山もその右側の古墳も全部盆天、えー、山でいくと3世紀後半ぐらいですから、えー、1600数十年ですかね当時と同じ形をとどめてるということは多分これ全部あの本拠をめくるわけにはいきませんけど縦横無尽にあの溝を掘ってそこに石を積めてるような排水溝もあるとそういうことも含めて、えー、知識技術イデオロギーそういうものがないとこういうものはできない。 でそれの前提条件が北日立にはないという話を今したわけですね。したがってこれはもう最初から政治的意図を持って作られた古墳であるとこういうことです。でもう一つこれはあの栃木県の那須ですねで。那須地域なんかもっと問題は端的でえー ここは前方後方後ってやつですねでこれはあの前方後円と前方後円は中央でのあり方を見てると前方後円墳のは一頭やっぱり価値が高価値、ね、あのい位が上みたいな感じですねあの分かりやすく言えばあなんかこう身分地位がちょっと上で前方後円墳ちょっと落ちるでさらにその次に円墳かけて方墳が来るっていうのが後墳時代前期の形 の意味すするもんだと思いますけど、まあ、それはともかくとしてここでは今矢印を入れましたけれども下南の方から北の方に移って6代過去2番にちょっと変えてきましたけども3世紀の後半頃から4世紀後半頃6代にわたって前方後半が作られてる、まあ、規模としてはそんなに大きくないんですけど最後の神侍塚だけが大きいんですが。 この上侍塚とか下侍塚ってあの日本で初めての学術発掘だと言われてるやつですね水戸光国公が調査されたということですけどもでまあそれを置いといてこの地域ではこのさっきに言いました弥生時代ですねあのこの前方後方本出現前夜の弥生時代の後期弥生時代の終わ,り終わりの方ですねさっきこの辺で火釜遺跡がたくさん作られてる建物がいっぱい作られてるという話でしたけどもあの頃 この磯浜辺りにはもう <laughs> あの昨日も聞いて,聞いてお聞きしてたら推定で1,000軒ぐらいの建物跡があるだろうとむちゃくちゃ大きなあの集落遺跡なんですがですからこの辺はそのこの磯浜界隈いはあるいは梵天山辺りもそうですけども前方,辺を作る前,前方辺が作られる前ちょっと前の うん3世紀の前半あたり半ばあたりは人がいっぱいいたわけですがこの那須地域これは中川の上流域になりますね。えー、ですからあまあかなり上流地域になるんですけどもこの辺りではいまだかって八重時代遺跡は見つかってないということなので人がいないわけですね。人ががいいいないとこころに急に急ういうものができる これこそさっき言いましたその地域の人間がその地域の市長が力を蓄えたから自分たちの勢力権力を表すために古墳を作ったんだという説明は全く当てはまりませんねどっかから移住してきた市長がたくさんの人を連れて移住してきたということになりますあるいはもう一つ指摘しておきますと2の,の丸にですね ここなんかは6台作られるというさっき言いました六 6, 6台というか6人の師匠が順繰りにこう前方方面を作るんですけれども神侍カというのは一番土器、まあ、とかもの,ものが少し出てまして一番新しいそうなんですけれどもそれが墳橋の長さが114メーター非常に大きいで一番大きいところにポツンと消えてしばらく作られないというこういう現象があるんですね。でこれも普通に 普通にというか素直に考えたら紛糾が大きくなって力を力があの強くなったというふうに見られるのにそれを最後に古墳前方古墳を作るのがやめるっておかしいじゃないかというふうに普通は思いますよね。その地域の地域の自発性といいますか地域の市長が好き勝手に作ったというふうに解釈すればそういうことになるんですけれども。 そうにはならならいというこの2点を見た今、まあ、この辺これを本当にずっとやってるともうこれだけ時間が過ぎるのでもうやめますけれどもこの2点をとっても前方後円運とか前方後方法運というものが在地の市長の動向をそのままストレートに反映したものではないということがお分かりになると思うんですけれどもこれがまず1点です。普通はそそののの地地域域にあったらその地域の 市長の勢力を反映したと考えますよねそう考えたいですが前方後辺雲っていうのはそういうもんじゃないと普通の墓とは違うということを今申し上げましたでこういうものを材料にして交通を考えるということはどういうことだろうということになってくるわけですねでさらに、えー、もう23番あるんですけどもこれが先ほど言いました大和川水系という古本寺内の中央ですね えー、ここにもずらずらといろんなものを書いておきましたけどもあの一応あの右の下の、えー、表ちょっと小さい見えますかねレジュメも同じものがあるのでレジュメ見ていただいた方がいいかもしれませんけどもあの表にまとめました最近ちょっと数字が変わってきましてもうちょっと修正せなあかんのですけれども日本全国で先ほど350年間、えー、日本列島を 北と南を続く範囲で前方後円墳前方後方墳を含めて5200ほどの市長墓が作られたりという話をしましたが、その中で墳丘の規模、大体これはあのどの研究者もやっぱり墳丘の大きさがそれを作った市長の力を表すというふうに見てるわけですね。私に言ますとそれは前提ですが、もう一ついうのは中央の 中央政権による <laughs> 位置づけっていうのもあるんですけど、まあそのややこしいのは多いと言って、えー、本気の大きさってわかりやすいので見ていくと200メーター以上の前方公園、これは前方広歩痕がないです。前方後園歩だけなんですけども、えー、見えますかねあの薄いんですけど全国で3今ちょっと増えて40基近いと思うんですけどとりあえずこれ作った時の数字をそのまま修正せずに使ってるんですけども全国で36しかないんですね200メーターこういうのは。 でその中で32がこの機内と呼ばれている今地図に表されている地域です。でそれ以外は関東は一つですね機微、えー、に3つあるぐらい。でさらにあそして、えー、この大和川水系に5つ大きな古墳群があって、まあ、前期から中期にかけてあって私は機内五大古墳群と呼んでるんですけどもあこに書いてますね奈良県の右の方。 これが大山と柳本古本群ってやつですね宮山のふもとにありますねそれから奈良盆地の北の入り口に佐紀古本群ってなって西の入り口に馬見古本群ってなってそして大阪平野に行くとこの前世界遺産に登録されたモズ古本群古市古本群だってでここにですね 200メーター以上の全巨大船舶がこのこの5つに24機が集中しているわけですでこれを中央と言わず何を中央というのかという感じですよねもちろんあの持ってるあの発掘調査はそんなにされてませんけど少ない発掘調査の中でも、えー、例えばあの4丸4番に書きましたが中国京 先ほど先ほど三角神事教の外区だけの写真が出てましたけれども三角神事教とかあるいは武器武具もうこれはもう圧倒的ですもう他の地域は比較ならないぐらいものを持ってるんですねそういうことからこれが中央ですしたがってこういう地域の中央これを中央政権と呼ぶかまあ大和政権と呼ぶかという方がいろいろありますけれどもこういう地域の市長たちがえこの磯浜の地域とか のの地域をのなんでしょう、ね、物と人を掌握したいというのが3世紀半ば後半に生じてそしてそれにふさわしい市長にお前がこの地域を治めろということを言ってその証しとして作らせたのが前方公園とか前方公園であるとこういうことです。で まあその古墳前期の中,中央はこ,れこんなもんで先、えー、見てたら安藤山古墳とか渋谷向山古墳の規模が抜けてるんですけれども、えー、これはあの奈良盆地の宮山の取って先ほど言いましたがこの辺が宮山ですかねあこっちかでその麓にこういうこれが、えー、ある人は卑弥呼の墳墓だという八坂古墳。 私は否定的ですがそしてこれが蛍光天皇陵と宮内庁が事情してるというか宮内庁が蛍光天皇陵と呼んでるこれですね広角では渋谷に向かい山古墳これあります非常に大きいですね 300m それからこれが宮内庁は朱神陵と呼んでる安藤山古墳って広角で呼んでるんですけどこれがね何倍とか250でしたかね忘れました。 で、これが西遠塚古墳って呼んで、これですね。二百十九メートルあります。で、あと、わかりますか、こんなん全部、全部この辺なんですが、ポコ,ポコ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 ありますね、えー。これか、この辺が黒塚といって、三角新宿が三十四面で、三面でしたかね。 出土した古墳なんですけどもですからこの辺は大きな古墳がいっぱいあって発掘調査はそんなにほとんどが、まあ、宮内庁とかの管轄になっているのでほら調査することができませんが発掘調査するとですねこの3番に書きました鏡古墳時代前期の維新材といいますか主張の権威を表すものとして、えー、鏡がありますけども中国橋とか防西橋防西橋という日本で作った鏡ですけれどもそれだけ見ても ざらずらっと書きました。黒塚古墳34天字山23新山34なん,たらかんとか。これだけ足しても6080百数十面ですかね関東地方東北地方合わせてもそんなにたくさん鏡がないですねあるいはこれのちょっと南に目吊山古墳っていう2 2 4メー,ターの4世紀の初めぐらいの古墳があるんですがそこからは それは宮内庁の指定を外れてまして、柏原考学研究所が発掘をしたときに、中心部は荒らされてたんですけど、副室と言ってなんかこう中心あの人間を視聴を迷した隣にちっちゃいあの部屋みたいなあってそこに鉄の槍が二百十二本復装してあったんですね。むちゃくちゃな数ですね。二百十二本の鉄槍を一人の人間にまあそ添えて。 それでも痛くも痛くもかゆくないかどかしませんけどそれでもいけるぐらいの,あの鉄橋をたくさん持ってたということになると思うんですけれどもこういうのが中央です。えっとこれですねこういう順番になるんですけど何が言いたいかというとまず今日のこれからまああとお二人の先生方の話と最後にちょっと時間があんまりないんですけど議論しますけれどもこれからあの 議論したりお話がある前方後編とか前方後編を通して磯浜後円を中心とした交通を考えるということは前提としてはこういうことです。前方後編とか前方後編というのはただの墓じゃなくて中央と地方の関係を表す政治的本部であるともっと極端に言えばですね中央政権の許可制だと私は思ってます。昔ね認可制言ってたんですけどもこの頃 なかなか私の意見も通用しないでも,もっときつくあえて反発をいただくように許可制と言ってますそうするとそういう地方政権の許可制であるところの前方後円とか前方後方を材料にしてこの時代の交通を考えるということはこれもあの簡単な結論が出て地方政権にとっての交通ということになります交通一般じゃない。 のと人の往来のと人の往来っていうのはそれはもうあの東北の中だけでもいっぱいあるやろし東北関東と北陸もあるやろし東北もあるやろしいろんな地域いっぱいあってで関東東北の中でもちっちゃい範囲のものも広い範囲のものもいろいろあると思いますね。ところがこの前方磯浜古本郷の中に代表される全北塩分とか大型塩分とか。 そういうものを材料にして考える交通っていうのはあくまで中央と地方の往来であると、こういう、こういう。ことです。これがあの理論的前提になります。これを外すと、何でもありみたいになってしまいます。というのが私の意見です。あの。さっき言いましたけども、ちょっと自虐的に言うと、こういう私の考え方は少数派。です。ほとんどやっぱり、全部コメントは。 在地のの動きをそのまま表すんだとしかしよくよく見れば在地の動きだけでは説明できひん動向がいっぱいあるということのほんの一端を今申し上げました、えー、次に磯浜これはまあ磯浜今後はもう先ほど種山さんが詳しく説明されたので私があんまり使いこがえることもないんですがまあ順番としてはこういうことですね。 でこれ日下塚という有名な古墳で昨年なんかはこれらを中心して議論されたと思うんですがこの日酒塚古墳っていうのは先ほども出てましたけど昔は日立鏡塚といってかなり有名な古墳学士的にも有名な古墳だったんですけど、まあ、その辺も今日は割愛してですね こんんなもんですねちょっとねあの前方部が短いんですけどもで大きさだけ分かりやすいので数字だけ注目しておきますとこの日酒塚こ本日立鏡塚っていうふ、ね、う私だ覚えてますけれども本境の長さが100まあ死者誤入すると1 0 4メー,ターですねでこれはどれぐらいの大きさかというとさっきの話に戻ればいいのですがあ分かりにくいですねあれ。 350年間の古墳時代、前方古墳が作られた時代を古墳時代と呼びますが、350年間、そして北海道東北北部と南西諸島を除いた地域で、100メーター以上の古墳は302、これ昔数えたんで、今もっと増えてると思いますけど、それでも320はいかないと思いますけど、その程度のもんです。ですから、この古いデータでお許しいただくとすれば、302分の1に、 今の日下塚が入るとということですだからこの日下塚古墳の大きさを大体まあそういうふうにイメージしていただければと思いますが350年間300いくつ作られた中の一つがこれであるだから相当大きいですよねということになります。でこれは黒塚古墳あ黒塚車塚古墳。 円墳としては非常に大きいですね8 8ー円墳ーベスト10に入ると思うんですけれどもでこれも先ほどの那須地域と同じことで8 8ー,ーの円墳というともうむちゃくちゃ大きい円墳としてはですね先百五1 0 5メー,ターでしたっけ日下塚と土量としてはそんな変わらへんかもしれませんねまるでボーンと大きいあの下にあの写真が。 ありますがこのボコッとしたのこれそうですね非常におっきいそして前山前山じゃないかあ全部吹き石石を吹いてる石の量でも相当なものなんですけども従って、えー、外から見ればですね、うん、あごめんなさい、えー、この先ほど谷があるとおっしゃってましたがこの谷から見ればかなりあの目立つ古墳一番最初に五色塚のの 写真下から撮った写真ですよって言って見ていただけましたけどあんな感じになるんですね。でそこで先ほどのまた問題戻すんですがこの順番ですねこの順番で作られて車塚古い大体今は、まあ、4世紀末5世紀初頭ぐらいの時期だろうと、まあ、古の時代前方古の作られた時代を今は前期中期後期というふうに3つに分けてますけども中期の初頭 ぐらいの年代間でしょうかでそれは今いいんですがここもですねあの姫塚はちょっと小さいので置いとくと坊ちゃの山下下塚車塚と大きな全山の三段にわたって作られるのに一番最後のこの車塚石を吹いて全山石の山全山っていうと <laughs> 石の山だあで噴き、えー、の森筋ほとんどあの 三段目は全部森土ですかね森土の量も非常に多い労働力もかなり投下されているこのあの塩分ですねこれがこれが最後でこれ以降はこの伊勢浜古本郡では一切前方には作られなくなるというこういうのは不思議と思いませんかもし在地の人間が自らの何遍もななことを言いますか自分の勢力誠意 権力、そういうものを表したいということで古墳、えー、を作ったんであればもっと続いてもいいと思うんですけどもこれ以降は続きません。っていうのが全国的にいいっぱあありりまますす、す山ほどありますこれが普通なんですねつまりあ,のある地域のこういうのは国学で市長簿系譜っていいますか市長簿の系譜を追っかけると必ずこうどっかで切れるでその切れるのが法則性もあって。 西暦400年前後で切れるのは多いですねそれがいろんな地域を超えて同じような動向があるので一つの地域の地域に原因を求めることはできなくって日本列島レベルでの原因を考えるべきだというのは私の意見なんです。ここここの,位の幅も例外でででははないとこういいうととととうううすねそして今日はその水温とかいうことで ちょっと、緩和旧代的に一枚だけスライド作ってみました。古墳時代の船。あ。あ。旧法人石の。巡航造船が発掘されたん出てる写真。が。入ってませんね。忘れました。えっと。古墳時代の船、え、今回のテーマになる水、水温。 水上交通を具体的に担う船っていうのは二通りありまして。一つは縄文時代以降ずっと続いている丸木舟ですね。あの右側の、あの千葉県、千葉県の大寺山の凍結遺跡。墓ですけど、そこから出たものです。これはあの丸木舟、実際に使用された丸木舟を棺桶代わりに使ってたんですね。それがいくつも出ました。あれはあの千葉大学の学生諸君が今調査している風景。 えですね、これが一つでこれなんかはあの河川交通川はこんなもんじゃないですかねマリクビネをちょっと大きくしたような感じのものを水線も浅いんで,でそれに対してもう一つう発掘調査で出てるのが下の方赤線から下ですね左の方船形埴庭っていうのがありますけれどもこれ大阪で出たものですが。 全国でいくつか出てますが、船の形をした埴輪があります。で、それは純構造船ってので、まあ骨にはあの構造船と丸木船があって、構造船というのは板材を合わせて作った船ですね。だからあの力学的にかなあの利にかなっていればいくらでも大きいのができるという理屈になるわけですけども、古墳時代とか奈良時代は丸木船プラス板材で作った。 そういう意味では構造船じゃなくて構造船と呼んでるんですけどそういうものが出動しますどういうことかというとこの下ですね竜骨の部分ここはあの丸木棟ですここが一番水圧がかかるので、えー、大きな木をくり抜いた丸木を置いてその上に板材を合わせて大きくしてるというこういうのが実際にあの大阪の旧法人石っていうところで3世紀前半ぐらいですかね 船,があの船の一部が出てるし奈良県の瀬山古墳というところでもう4世紀の後半ぐらいですかねの前仏公園の堀からも船の一部が出てますそれはこれ航線ですねでそれをこの船形羽をモデルにして大阪市が作ってイベントやったのが右側ですねこれはあの大阪時代の諸君が作られた船をこいで韓国まで行ったんですけど、うん 到達ししたかかないはちょっと今日は言いませんがかなりしんどかったそうです <laughs> で大体いい船形派にはとかあるいは船の縁もあるんですけども大体、えー、いい似てるのでこんなもんやろということでいいと思いますそうするとあのピポットっていって老王国の,のは動かないように止める突起があるんですけどそれが大体4つとか5つが多いので片側4人両側で8人ぐらいがこいで,で1人が 掛、まあ、け声かける船頭さんみたいなのがいてっていうこういうのが純線です、ね、でこれは汽水船もちょっと深いので川浅い川は無理ですね海だとこれだ,だけどこの程度ですので、うん、そんなにあのこれで限界など渡ったのは大変やろうと思いますけれどもあのそんなにあの大海原を とと行くいいうイメージは私は私ないんですねやっぱりあの陸地の見えるところをちょっとずつこう見ながらですねなんか天候がやばくなったら陸地にある港に入るってだからこの時代は私は船着き場が山尾だったと思ってるんですけども尺取り虫型の移動をしただろうというこういう2つがあります。これはちょっっとあの緩和9代で作ってみました で元に戻って磯浜本部の増益版これは後であので議論の時に先生方に意見をお伺いしたいと思いますが私なんかはあんまり地域のことをよく知らないのでむしろ聞きたいんですがただ私の,あの理屈からいくとあ先ほどから言ってますように全北汚染とか全北汚染というのは見せる本部だと言いましたね共通性と階層性を見せる本部共通性ってのは えー、いろんな地域のこれを作った連市長たちが仲間意識を表すということですねだからこの前方にあるところ交通用車があるところは安心してこう移動ができるというそういう役割もあるんですがもう一つ階層性っていうのは先ほどから言ってます中央性があると、えー、これもその例えばこの辺のボスが、えー、民主を連れて。 ちょっとずつ移動していった時にいろんな前方公園とか前方公園を見ながら移動するわけですけどそういうところに作ってますのでいやでも見ながら移動するんですけども、まあ、ここの地域はうちのボスよりも力あるなとかこの力っていうのは中央に認められた力という意味でですね昨今から言ってるのはあるなとかいやここのボスはうちのボスよりもちょっと弱いなとかいうのを見ながら移動していくそういう意味でビジュアルな政治システムを表すのがあー前方公園とか前方公園ですが。 で、最後奈良盆地に、えー、20人とか30人の労働力を連れて行ったりこっちの地域の特産物を運んで行ったりして奈良盆地に入ると先ほど言いました先古本軍とか馬見古本軍とか大阪の方から、まあ、関東は関係ないですけど西の方からだと、えー、世界遺産になったと言いましたモズ古本軍と古市古本郡でめちゃくちゃ大きい古本を目の当たりにするとあつまり、まあ、ここが中央やなというのはもう。 いやをなく示されるあの見せられるということになるわけですけどそういうことからいくと前方後円墳っていうのは見せる墳墓ですから見えないと意味がない。とするとこの磯浜古本群も見えるところに多分港があってでそこに人と物が集まってつまり、まあ、流通センターのようなものでしょうかあるいは政治センターのようなものでしょうかそういうものが 置かれてたはずなんですねだからそんなに遠くじゃないとあの磯山公務の造益版盤ってそんな遠くないと思うんですけども一番のヒントは先ほど種沼山さんのお話のよこうに谷があると。でこれがもう今の日の川の下流ってもう,もう完全湿地帯という話を先ほど貝殻の貝の話とかでされましたけどもこれが湿地帯でここからまあ河口まで2キロぐらいですかねこの2キロぐらいの間はかなりもう。 べちょべちょのし足が生えてるような湿地帯でちょうどさっきの準構造線ぐらいだと一番適してるで太陽その方に面してないので、えー、台風が来てもまあそんなにこの辺に止めといたら台風来たらどこへ持って帰かれたなっていうような感じになりますけどもちょうど天然の良好でこの辺り一番いいかな思ってます。ただそうすするとですね本来はこの辺りに港が あ,あるとすればそこに物と人のは集中するのでそういうものをまくばるいろんな関東のいろんな地域から集めてきたものをここでカウン,カウントしたりですねあるいは人間を数えたり同じことですねカウントしてそして、えー、中央に行くというそういうそのうん言葉は悪いかもしれませんが役人的な官僚的な人間もここにたくさんいたと。 いううこととになると思うんですがそしてそういう建物とか市長の屋敷とかそういうものも出てほしいんですが今のところ古墳時代はちょっと伝えていくというお話を殺菌されましたね。でその前の弥生時代の後期の後半がすごいんだというお話を先ほどされました。それはこれですね今日何回もこの写真地図が図面が出てくると出てきたと思いますけどもこれも全部これ建,れ建物なんですね。 時代まあ200年ぐらい続いたんでしょうかあるいは一部古墳時代まで続いてこんだけたくさんのこれ全部竪穴あの一つの辺が6メー,ターとか7メー,ターぐらいの竪穴建物ですね、えー、ほとんどが住居と思いますが中には工房なんかもあなんかこう家事,と家事やったりなんか思考用製品を作ったりするのもあると思うのでそういう意味では竪穴建物と今呼んでますけれども。 縦の住居の方が分かりやすいですかねそういういものがたくさんんあるでなんかこの辺ちょっとないので道みたいなもんもあったんでしょうねこういう四季何区画があったりするんですけどもこれは弥生時代の後期ですしたがって伊佐浜古本群が作られるちょっと前伊佐浜古本が作られた時にはさっき一本松一石とおっしゃいましたかねあるけれどもそんなに多くないというお話でしたが。 何が言いたいかというと伊佐浜古本吾がここに作られてそれはあの見せる墳墓だと地方と地方の関係を見せる墳墓だとで、えー、こういうのは私海浜型前方後本墳と呼んでるんですけど海浜型前方古の役割は交通をに掌握することにあるという話になるんですけどもそれはその立地の原因ですね伊佐浜古本がここに作られた原因これはそのこの日釜遺跡にあるんじゃないかというのは私の意見なんですね。というのは 今で二百何棟とっおっしゃいましたかね。さっき、えー、あの推定すると、千軒ぐらい建物が、千棟ぐらい建物が。二百年、二百数十年の間に作られているということですけど。こんな大きな弥生集落ですね。集落で呼んでいいのかどうかわかりますが、私はやや江戸市でもいいと思いますけど。こんな大きな弥生集落は、西日本でもあんまりないですね。むちゃくちゃこれ、あの数多いです。だから、これから、まあ、具体的な分析をされると思うんですが。 ぜひ来年もしこういう神父寺があるとしたらこの碑釜遺跡を中心にした弥生時代の神父寺もやられたらいいと思うんですけれどもこれはですね何ですごいかというとねこの第一ですねここほとんど全部遺跡だとおっしゃいましたけれどもこの周辺先でべちゃべちゃ地域なんですねべちゃべちゃというかお米できません田んぼできないですね。ということは一時期何頭あったの知りませんけれども。 一時期数十棟あったとして大体一つの建物に6一人住んだら50軒あったって300人ぐらいですかねつまりあのたくさんの人間の食料を生産する場所がこの近辺にはないということになるんですね。あのあの水がよる田んんぼできませんよねあるいはあの畑は畑 いい向かい側の台地辺りでできるかもしれませんがそんなにえ場所が容器あるようには見えないのでそうするとさっきのこの谷ですねこの谷を挟んで2つあるということは磯浜古墳群が作られるきっかけとなったその前の八重時代後期後半もこの辺が港で交通の要所拠点だったというふうに考えてみてはどうだろうかということなんですね。 でその時が前方後辺の時代と違うので最初に言いました中央と地方のの交通を表しているかかかどうかは分かりませんね関東だけの。関東だけで完結するような交通かもしれないしあるいはこのもっと狭い範囲かもしれないと可能性はありますけどこんだけの建物がたくさんあってで通常の八重集落とはもう全然違うあ通常の八重時代の集落っていうのは一般論を言いますとね こういうい穴建物が34軒もしくは45軒で一つのグループがあってでそういう建物群が2つ3つ集まって八重時代の、まあ、村といいますか集落が形成されるこれは西日本でも九州でも関東でもそんな変わらなんと思いますけどそれからするとむちゃくちゃ数が多いですね。恋愛時代っていいうううのはそういう まあ今,の花今の大体まあ建物が34軒45軒で3つぐらい集まって一つの集落を形成するとしたらその一つの集落はの人口はマックスでも100人ぐらいになりますかね45人56人が住んで5三3 0 5 0 0人いかないですかねそれぐらいそしてその周りに田んぼが広がるっていうのが八重時代の原風景ただ八重時代にはそれともう一つ看護集落っていうのがありましてね私はそういうのは八重都市と呼んでるんですけれども。 都市的な景観を持っったのがあって、えー、それはあのどうなんでしょうね奈良時代の軍単位とか国単位ぐらいで一つとか二つあるんですけれどもそういうものによく似てるんですねで西日本のそういう看護集落周りを堀,堀で囲んで例えば奈良県の唐子駆け引きなんていうのは40万平米ぐらい堀で囲ったらむちゃくちゃ大きいとこでその中ではですねもうた実に多彩な思考や生産が行われている。 鹿の角でなんか作ったり、ね、骨でいろんな骨架きを作ったりね、えー、鉄火事をやったりねそしてあげくの果ては銅鐸をいっぱい作ってたりそういうのがあるのでここもそういう手工業生産の痕跡が見つからへんので楽しみにしてるんですけれども今のところ結出した建物もないつまり市長の屋敷みたいなものもないし看護もないようなので。 今後に委ねるしか言いいようはないんですけどもこれだけ見ても私は前からこれ気になってるんですが普通の八重時代あるいは古墳時代も合わせて普通の農村ではありませんこれだけ見るとねそういう意味ではこの場所が先ほどこの谷があってここから2キロほどで河口があって海にも出ていけるという水上交通水運のメリットを考えるとやっぱりあのここで物と人が集散した。 そういう拠点が八重時代後期にこの碑釜遺跡ここにあったというふうに見た方がいいと思うんですね。そういうものを前提にしてつまりこの地域はうんずっと伝統的に八重代の後期から古文時代にかけて立地的にえそういうそのものと人の動きのまあ拠点になりやすいつまりあのさっきの純構造船みたいなものにふさわしい港なんかができてすぐにも海にも出れるという地形だ。 があったというふうに見た方がいいんだろうなというふうに私は思いますでそういうものを踏まえて磯浜古墳が作られたでその時は先これは何回も同じこと言ってますけど磯浜幸運に表される交通っていうのは中央政権側から見たあ交通したがって弥生時代後期の碑釜遺跡の段階と同じ場所におじゃに場所 <laughs> っていうか近くに作られた磯浜古墳群 この二つのに表された交通水上交通っていうのはベクトルがちょっと違うということは言いたかっただけです日がまあ、ひょっとしたらこの東国の中だけで完結するような交通かもしれないしかし磯浜今後は何回も最初から言ってますようにこれは中央政権の意に,意にかなった交通拠点であるとこういうふうに私は考えているということです伊勢浜今後先ほどあの中期初頭ぐらいで途絶すると えー、古墳造営が途切れてしまうという話をしましたがその次はどうなんなんというともうちょっと大体航空学はそれをちょっと視野を広げて範囲を広げてみるんですねそうすると車塚古墳と同じ時期がちょっと新しいぐらいの時に2つ大きな古墳がこの地域の近くに見つかっていて1つは三塚13号墳っていうのがありますでもう一つは先ほどもちょっとありましたかね水戸・愛宕山ってめちゃくちゃでっかい全部古墳があってあの右側 下の右側ですねまさしくお中川に面した水上交通になるということですね。でこれをどう考えるかということになっていくんですね。で今,今までの大託本社研究では、えー、どういうたらいいんですかね磯浜古本軍を作ってた市長の力を衰えて、えー、この2箇所三塚十13号本ひたちなか市ですね後で地図出ますが。 えー、これを作った市長あるいは、えー、中川の中流域っていうんですかね下流に近い中流域の水戸・愛宕山この作った市長に勢力が移ったんだとかねそういう説明をしてきたんですが果たしてそうかどうかですけど今日はもうこの辺は長くなるので触れませんが、まあ、下にあの簡単な概念図を作っときましたね。でまたお帰りになってから見て頂ければいいんですが。 どっちにしてもあのこの「あ市長墓の移動」っていう、まあ、これは古墳時代研究の一つのテーマなんですけれども磯浜古墳墓が4世紀末5世紀初頭でそれ以降古墳を作らなくなってそれ以降には中川の中川にもう,もう,もう本当にもう直面してますよね。こ、え、こ、ー、これですからここに 移ったことのの意味をどうう考えるかっていうのがありますただもう一つはですね考えとかなきゃいけないのはもう一度元戻ってここに作られた古墳、えー、この近くのその一本松でしたっけ遺跡が少し続くのでひょっとしたらここの港の木のもずっと残っていてで古墳っていうのは一回作ると20年や30年はそのまま、まあ、ペンペン草が生えてきたりしてますけども。 その存在意義ってそんなに低くならないので連綿と別に作らんでもこれがそのずっとその後も中央政権の意向みたいなものを表すんだという考えに立てば別にこれはもうそのうち数十年は機能すると十分に機能するという意見もありますね。それプラス場所が変わったので 今度は中川の中流域とかそれからひたちなか市の海,海に面したところへが中央政権にとって重視されたんだという考えもあります。この辺はこれからじっくり考えていかなきゃいけないところですがただ、えー、注意しなければいけないのはこの水戸・与田小山古墳にしてもこのあと小さいのはあるようですけどこの大きいのは一台限りこれめちゃくちゃ大きいですね1 4 0ルですか一台限りそのことの意味は 十分に考えないといけないとこういうことになります。で今の今まで言ってきたことをざっとまとめるとこの地図に、うん、とこんな感じですね。これが那須字が小さいですね見えないですかね那須の古本言ですかね。 でこれが水戸の与小山でこれが磯浜ですねつまりあのこの中川中川の水上交通というものがこれはも弥生時代からずっとあったと思うんですが中央政権が目をつけたのがこのこの時期一番古いのはこの時期で3世紀後半ぐらいの目をつけてそしてその河川交通ここで。 チェックししたんでしょうか、ね、ずっと上からの。そのためにどの地域か分かりませんが関東の中のどっかだと思うんですけどそこから市長を連れてきてあるいはその市長はちっちゃい子務もいっぱいあるので中間をみたいなもひを引いてここで政治センターというか流通センターを一つ中央政権にとっての政治センター流通センターをここに設けたと。で、で下流域では伊豆浜、 ただ姫塚の時期にそんなんがあったかどうかちょっと私は疑問なんですけどもちょっと遅れてここにもそういうセンターが作られたと。で、えー、ここで大きなコンが作られなくなってしかしまだここもあの流通センターというか政治センター役割を持ちつつも新たにここに一つまた作られたと。 この辺はまた後で田中先生がお話しされてます陸上交通と水上交通の要みたいのお話で私もそれもあると思いますのでまた後でお楽しみに聞かれたりと思いますけどこういうものもあると。でもう一つ先ほどの盆天山古本宮ってここですねこっちの,あの久慈川流域これもこっちと同じ3世紀後半ぐらいつまり古本時代に移行して間もなくうこういうものが作られて。 なんかこれ、ね、日本もいるのかなと思うんですけど日本の川が、まあ、その流域がちょっと違うので日本の川が大きな川が川水上交通ですねそれが中央政権にとって非常に重視されたとでこれは多分水上交通という意味ではこの一歩通行だと思いますこの上りはしんどい川を水上交通はちょっとしんどいですね船引っ張るのはそれは陸路くり行った方が早いと思いますので。 この一歩通行だと言いますつまり地方から中央へ物と人を運ぶ時の交通網が3世紀後半ぐらいに形成形づくられたとでそれぞれのチェックポイントに、えー、よその地域から移動させられた市長とかこの地域にいた市長が地方政権の意を借りて <laughs> 大きな前方の 作れと言われて作ったというのが私の考え方です。で、えー、今回のテーマはここまでなんですがもう一つあのこれからこういう海関係を考えていく時に重要な地域が一つありますので今日はその辺のスライドを見てもらって海のためも古墳つ作るんだということを少し、えー、時間の許す限り あと三十分ぐらいですかね、えー、お話し,してみたいと思いますそれが地図でいくとここですね日立中古先ほど岩床地帯というお話がありましたけどその岩床地帯ですこれですねこれは日立中市の稲田さんが作られた図 日立中古本群というふうに呼びたいというふうにおっしゃっててつまりいっぱい古本群があるんですが一連のものとして捉えた方がいいだろうということで「日立中古本群という名称をつけられた私も賛成ですえつまりもう連綿といくつかは見せてもらったことがあるんですけど連綿と作られてるんですねこの岩礁地域とか第一がそのまま海に落ち込む地域ですで。そのの中でも先ほどの えー、磯浜古本群の最後の車塚古本と同じかちょっと新しいぐらいの13号本ってここですねこれは今でもあの残ってる古本家の上にも登れますので、えー、興味ある方は行かれたらいいと思うんですけどもこの,この地図で行けるかどうかはちょっと分かりませんけどもあの非常によく残ってる古本です。でそれ以外このここですね三塚古本群っというのはそれ以外にも学校建設とか なんかでいくつか今が調査されて壊されたりしてるんですけどおおむね、えー、古いのは5世紀前半で一番古いのは5世紀初めですね先のそして真ん中がちょっとよくわからないんですけども6世紀後半から6世紀後に終わり後にもまた一つのピークがあるとこういう状況です。こ,のこれはどう考えても 海と関係があるとしか言いようのない立地条件に作られた古墳ですねで。これ意外とあの。全国的にはそんな注目されてないので、これはもっとこう。こっちから情報発信すれば、磯浜と同じように。磯浜は前期を中心にした古本群。今後で、ここは中期と後期を中心にした海に関係する古墳をというのを発信されたらいいと思いますね。で、なぜそんなことを言うかというと、ちょっと一般論として脱線しておきますと。 今まで古墳時代の研究日本の古墳時代の研究というのは農民中心だったんですね農業中心といいますか私農本主義と呼んでるんですけどもあの簡単に言えばこういうことですね、えー、つまり弥生時代今のところ弥生時代の水田稲作っていうのは紀元前10世紀ぐらいですかね玄界灘たり、えー、今の,あの歴史博私がかつていたところのカーボンーティーなんかによれば。 えー、紀元前930年か40年ぐらいに水田稲作が伝わってきて米作りが始まるんですね。でそれが、えー、東の方に伝播してくるということなんですけども,もうそれはちょっとその事実関係を置いといて今までの理屈は教科書的な説明の仕方は、えー、水田稲作が始まったと。 水田でお米作るっていうのはつまりあの生産性が高いその前の縄文時代と違って縄文時代はまあ獲得経済とか言いますね採集飼料漁籠の獲得経済自然をあまり征服しないような経済ところが水田政作は自然を征服って言ったおかしいですけど自然を制御しながら進めていくうん生産経済というふうに言われますねで生産経済は生産性が高い従って余剰を生み出すと。 つまりあの、まあ、今いるには「小まとか「ここ前ですよねいっぱいできるとでそういうその余剰を巡って社会が止めるものと貧しいものあるいは支配するものと支配されるものに分裂していったんだとこれがヤヤ時代の大雑把な教科書的説明ですね、えー、研究はいっぱい工学研究はいっぱい進んでるんですがこういう大きな話はそんなに根本的に変わってないと思います。 で、えー、その社会が階層化していってその一番てっぺんにいる市長豪族お呼び方がいろいろありますけどもそういう連中が先ほど言いました自らの勢力権力威力を表すために前方後辺とか円墳を作るんだという在地主義的な説明でさっき言いましたけどもそういう説明がなされてきたわけですね。でこれはこれでまあ私はあのそんなことはありえないと言って最初に書いておきましたけどもしあの 興味関心、私の今日の話に興味関心がちょっとでも持たれたらですね中高層書で去年の末に前方公編とは何かという中結構分厚い本を作ったんで図書館なり、まあ、買っていただいた方が嬉しいんですけれども読んでいただければ非常にう嬉しいんですけれどもいっぱいデータを使って書きました絵空ことではないということ。まあ、それはちょっととあんんまこんなとこなで あのその,その本ではあんまり書かなかったんですけどもまた今ちょっと新書を書いててそこでは強調してるんですが農業中心でずっと来たわけです説明の仕方がでそこでははのの民っちゅうのは欠落してるんですねで最近分かってきたことは海の民まあ漁民でもいいんですけど海の民でも古本をいっぱい作ってるという 例えばですねちょっと先走りますね一番最後のページになるんですけどもこれね私あの歴博国立歴史民族博物館にいるときに、まあ、国立歴史民族博物館というのは共同研究が仕事ですのでその時に、えー、何人かの方と一緒に行ったことがあるんですが島です。ここのの丸いとこの三河湾 ヒマがちょっと見えないですねレジメではどうですかねヒマヶ島と佐久島という島がありましてねあちょっと見にくいもしあの間だったら帰ってから地図も見ていただければと思いますけれども、えー、船で行かないともちろん行けませんでちっちゃい島のそのトッこれヒマヶ島の方ですねこのトッに古墳がいっぱい作られてこのヒマヶ島っていうのは 調査ががされていててい古墳見つかってんですねでこの写真は行った時の佐久島というお隣の島佐久島というところの古墳は横浜石室これ横浜石室なんですけどこっちが手前が奥壁で向こうが入り口これ入り口見えますかねでこれが天井でこれが墳丘の残血ですこの,この人今あの石室を覗いてるんですけども。 こういういのが未だに残ってるんですね、いくつか。でこの佐久島も暇賀島も全く部屋がないですで。ここに住んでられる方は当然漁労漁,漁民とそれから魚釣りとか魚おいしいんで食べに行く人の旅館がいくつかあるんですけれどもそんなに人口もいないこれはあの八重時代も古墳時代も多分そんな変わらへんと思うんですけども。 何が言いたいかというと海の民が古墳作って一体何のメリットがあんねんということですよね。ちっちゃい直径1 0ルぐらいですけど土でやっぱりの墳基を作ってこの石を集めてきて石はね島にあるんですね、えー、島,の島にある石を作って魚石を作ってこれ今ここもそうですさっきのと同じ話で。 この作島も暇賀島も6世紀半ば以前は古墳がないのでこういうのを作る伝統も技術もないんですねところがこういうのを作ってるで私たちが見てもこの横浜石室は三河の平野部と同じような形をしてますだから誰かが教えないとこんなもんできないということですねで出てくる品物はそんなに変わらない一部こう石の重りとかですね釣り針とか出るんですけども。 何が言いたいかというとののの民にととって古墳造営は何のメリットがあるのかということですねでこれも私なりの解釈でいくと古墳というのはさっきの前期の古墳前方古墳の市長墓と呼ばれている地域の政治的リーダーの墳墓もそれからこういうのを群衆墓と呼んでるんですけどもあの市長でもないし民衆でもない私は中間層なんて中途半端な言葉を使ってますけども中間層の ちっそういうふうに理論的に一貫しないと、うんうん、途中で恣意的な解釈を入れるともうぐちゃぐちゃになりますので一応そういうふうに考えてるそうすると話は単純で海の民もこの暇が島佐久島に関しては海の民も6世紀になって何,何がしかの政治的役割を持たされて 中央政権によって古文を作ることを許可されたとこんな方になるんですね理屈としては。で海の民にしたらうん漁労だけやってて急に、えー、こういうのもあの政治の政治の何んですか動きに巻き込まれて甚ははだ迷惑してるという,いうふうに思うのですが現実にはこういうもんがある。 でこの横浜関出身しても本紛糾にしても,にしても,も今流には結構な経費がかかるわけですよね、まあ、今とけ換算できるかどうかともかくしてあてずっぽに言うと一つの根本にね1,000万2,000万ではできないような感じがしますけれどもそんなものがポコ,ポコポコポコあってその中にはこういうその土器とか剣とか刀とか矢尻とかそういうものは 以外に添えられているるとこういう現状があるわけですつまり今まではのの農民中心で考えてきたけれども古本時代ってのは海の民も中央政権によって、えー、あ,るある種の政治的役割は持たされているでそれには時期,時期のピークがあるとということですね6世紀の後半に一つのピークがあったり4世紀終わり頃にピークがあったりということで、えー、これはこれはちょっと後でまたその話もう一回戻るかもしれませんがこういうのがあるわけです。 でこういうのは別にここだけじゃなくて、えー、瀬戸内海では死を作った連中の紀米島っていうのがあってそこでも古本が結構作られてたりですね端午にもあったりとか全国各地にこういうのがあります海の民の古本。海の民って何で言うか漁民と言わずに何で海の民で言うかというと多分これ結論的に言えば海の民の持ってる創船技術というか航海技術そういうものを中央政権が必要とした時代があったということですね。 その時に海の民も中央政権の政治的編成に巻き込まれたとそういう意味では漁労が中心で一部塩を作ったりしてますけどもそういう意味ではあのあの漁,漁民というよりは操船技術というか航海技術といいますかあの海を移動する時の船頭さんの役割ですかねそういうものを そういうものに目をつけられてこういう古が作られれてここううういい古が作たということになると思いますしたがって古墳時代っていうのは農民中心じゃなくて海の民もこれから海の民も政治の網,に網の目に組み込まれたということを考えていかないゃいけないということを今言ったわけですがそれの関東版がこれですね。 これもそういう意味でこれから分析していくと非常に面白いことになってきて、えー、そして磯浜のような古墳時代前期の市長墓クラスと古墳時代中期後期にかけての市長墓もいるけれども中間層が中心になっている地域、えー、と比較すると同じその、うん、海運というか水運というか水上交通ですかね、えー、そういうもののいろんな違いも出てきて面白い歴史が豊かになると。 よう,うに私は思っているということです。で、えー、数枚写真を見ていただこうと思いますがあと20分弱ありますのでさっと、あのちょっとこう時間が落ちてるのでちょっと早く終わりたいんですけれどもさっと写真を見ていただきます。で、これすごいですよね。これあの これ太平洋、こう斜面で道路のなんか溶壁かなんか作る時のこれですね。これが道路でこの斜面です。この辺だらしいんですけど、私が行った時はもう工事が終わってあれですけども、こういう石棺、石の棺がいっぱい見つかったんですね。でこの下の海の写真がこれです。石ころがいっぱいありますので、この石ころを使って石棺、箱式石棺とか箱石棺とか広告で読んでます。 箱型石棺という UFO のと思いますけどもこういうものを作ったんがこの二段三段になってこの崖面に作られていたという。で海の石を使っていて、えー、この底にですね海のこれ海の砂を敷いたりしているのでどう考えたってこれ海の民の民古墳では、ね、ただただしがきがつくんですがこれに関しては紛糾はないので「古墳」って読んでいいのかどうかはちょっと 保留しますけどそれ内容まで入っていくと頭がまたこんがらがを出かんのでやめますけどこういうのもがいっぱい連綿とこの辺に作られてるとで一部調査工事にかかったとこだけ調査されてもこんだけ出るとこの赤いのがそうですねこんなんがあるとでそしてここのこれは何だったか国,民国民宿舎みたいなもんでしたかねなんか公共のホテルのようなもんでの時に潰されて。 潰されて調査をしたらしいんですが、この前方公園盆ですね。あの先のあの日立中の三塚十三号盆、これによく似てますね。これも大きな公園部にちっちゃい前方盆がつくと、これは新高山で普通の前方公園ですね。まあこれ二つはの田中先生が学説使って作られた図ですけども。 この,こ,のこの形をちょっと今網膜に焼き付けて頂い,いて5世紀の初め頃ですねでそして同じものがこれは5世紀の終わり頃でしたかね、えー、6世紀の第一四半期って書いてますね6世紀初め頃ですかねこういうようなものがここにも作られてると。 でこういうのはホタテ貝式古本とかホタテ貝型の前方後辺とか呼んでるんですけども、まあ、ホタテ貝にように似てるので前方部が短いんですね。でこれに関しても中央政権によって位置づけがちょっと低いとかですね中央政権の規制があったとかいろんな意見がありますけども普通の前方後辺は前方部が短いので何かしらの作為があったことは否めない事実ですけれども、まあ、こういうものが作られてそしてさっきの思い出していただけないんですが。 この隣にですか、ね、ちっちゃい古墳が、えー、これよりも一時期一世代新しいぐらいの古墳があってそこにはこういう箱式館がいくつか作られてるこれあのさっきとこれかよく似てると思いませんだからひょっとしたら先ほどの斜面にあったこれですね。 この左側の下のこれ,です、ね、これがあの崖面のそっうするとこんなこんなようなスタイルがよく似た時期のものだとすればさっきの崖面に作られたものも6世紀代の可能性があるということですねあれ何も物を出なかったので時期が難しいんですけどもで逆に言えばこの石棺の形を見てると さっきの崖面に作られたどう見ても海の民下に真下に太平洋を見下ろす平野も何にもないところに作られた海の民の古墳ととの強いつながりを表すというふうに考えてもいいと思うんですね。そうするとこ,れこの辺もまあここも場所的にも海の,海の民の古墳以外の何者でもないと思うんですけれどもそしてこの石棺もやっぱり貝殻混じりの砂利を敷くと海から持ってきたものをわざわざ 石,石の棺の下に敷いてるとこういうことになるわけですねえただあの副葬品あるんですけど品物をいくつかあの意外に添えてるんですけどそんなに行産あるわけじゃないですね指紋卿、あのー、日本列島で作ったちっちゃい鏡ですねそれに刀とか鉄の矢尻程度を入れてるで男,男の人骨も見つかってるというこういう古本もあるわけですね。で あ,ごめんなさいあと一つ二つだけ紹介したいと思いますがこれは籠塚といってこれ大きいですよ 80m の善歩興園でこれ今でもあのよく残ってるんですけれども、えー、こっち側に堀が集合そして終包みがあって集合と終庭を持ってる前方興園というのはまっとうな古墳 っな池田あれでですすけどもあのいい古墳ただここはですねこっちに給料が一部残ってるので現地っておかしいなと思ったんですけど給料が残ってるので集合は回りませんそんなの集合と呼ぶのかどうか一部彫りですけれどもなんか細長い削られたんかどうか知れますが細長い前方辺ですねでこれがあのこのひたちなか古墳で一番大きいので図面を上げておきました8 1ー,ーです。 えー、5世紀の後半だから磯浜が磯浜で古墳作の終わってからまあ5 6 0年ぐらい経ってからここで作られたさっきの,あの谷中さんの話で言った岩礁地帯の一番北の橋に作られた前方後辺ですねで。それ以外にもこういうい今 これ中入れなかったんですけどこういうお花の石,石室とかですねでこれはあの向こうの方にも磯崎神社があるんですけどその神社の境内とか神社の前にこういう石棺が今でも残ってますそして神社の境内に塩分がポコ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  残ってカナエの数があるんですねその一部これはあの神社から離れたとこですけど分かりにくいですけどこれが古墳でこれが古墳でというふうにポコポコあるちょっと広範囲の中でなかなか写真に写んなかったんですけどもでそしてこの近くの小学校で発掘されるとこういう横の石質が出ると。でほとんどこれも海の民とということですそうするとさっきの話に戻るんですが海の民が。 古墳を作るということの,あの4番に挙げておきましたけどどんなメリットがあるのかってこれねお身の,の民の側からすると何のメリットもないですね言ってみれば自分たちの勢力を誇示するって言ったってあんなこんなここですねあこんなとこで一体誰に勢力を誇示するのか誰が来るんですかね とということです私たちもこの,この辺から何かもう船で何時間もかかって行ったんですけれどもその時素朴に思った疑問はそれですね私の理屈でいくと市長簿もそれから軍衆法の延墳も基本的に見せる墳墓だと軍衆法なんかは結構山奥にあったりして見,見せる範囲は限られてくる市長墓ほど広範囲に見せる役割は持ってないんですけどそれにしても見せる。 のが一つの要素ですがこの島ひまが島とか佐久島でこういう雰囲気を作って岡の席を作って一体誰に見せるのかで、そもそも海の民は先ほど言いました教科書きってきると言いましたけれども余剰を持っていたのかどうかですよねこの辺もこれから考えなあかんところですけど日本の古墳時代一体その農民と海の民はどういう関係にあったのかで、農民はまあ沖縄 そのあてっぺんにいうのは大きな前方方に作ったりするので生産経済で、えー、富が豊かでという教科書的な説明がいきますが「海のため」に関しては高校日本史には何にも書いてないですね。しかしかか日本列島をよ,くよく考えると周り全部海ですから 海,海をお、まあ、この辺もそうでしょうけど海を制御の,あの生活の糧にして,にしてる人々は古文時代もやはりいっぱいいたと思うんですがそういう人たちが今まで言われてきた、えー、農本主義的な農民主義的な説明ではうまくいかないということを今言いたいわけですね。多分どうなんですかね魚いっぱい取ってそれが富になるのかどうかでそれを富にしようとはこう交換しないとダメですよね。 そういうのも含めて、えー、これからこれを海の民をどう考えるのかということになります。ということで今日はその磯、えー、浜興本軍とそして新しいこのひたちなか興軍のスライドを見ていただいて、うん、日本列島興奮時代農民も海の民も中央政権によって、えー、掌握された。 時期があったとで特にこの、えー、元に戻ってここですねこの辺の地域の主張でない民衆でも主張で,でもない海の民が一体なぜ古墳を作ったのかとでそれも地方政権にとっての交通って何なんだということになると私はあの、えー、これはあの この地域であながって先ほど反列島的とか広い範囲で同じようなことを作られてるのでという話をしましたでそれのピークはここは5世紀初め頃からですけど4世紀末5世紀初めあるいは5世紀の後半ぐらいまでが一つのピークがありますねでもう一つのピークは6世紀後半から7世紀頃ですでこれは何だっていうと広い範囲に同じような歴史的現象が起こっているということは原因は私は国内にあるんじゃなくて対外的なものだと考えてるんですね。 そうすると4世紀終わり頃からつまりあの磯浜古墳がちょうど消える頃から5世紀代にかけては対高国りですねつまりあのまあ今のほぼ北朝鮮と一部中国に重なる国強い国高国りっていうのがあったわけですけどそことあの倭国は一部戦争を交えてますよね。 これは391年辛抱の年っていう時に和軍が攻めてきたんで蹴散らしたという例の,あの公,公,公,公会道の碑文に書いてあるわけですけどもなんでなんで攻め入ったかをちょっと今日はもう時間ないでやめますけどもそれが1回それから2回目の六世公は対新羅ですね新羅、えー、で新羅に対して中央政権は六世紀後半ぐらいから粋党ってあの小さい島ありますね粋党 津島の手前のあそこで行き投だけで古墳が300ぐらいあるんですかねあの狭い島でそれも6世紀後半から7世紀前半ぐらいの。というふうに、えー、対外的な政策中央政権の政策に基づいて海の民も支配の対象に上ってきたのが4世紀終わり頃から5世紀の一つのピークと。 半半からの世紀前半のピークであるとでそれに、えー、このひたちなか古本軍を作った海の民も巻き込まれているということが言いたいわけですね。でそれは直接この辺の、うん、関東東国の海の民が直接玄、うん、界灘を渡る時の船頭の役割とかしたというよりはそれはもう西日本で十分だと思いますのでむしろ意気投とか 方あたりに拠点があったんですがその拠点にリレー式に物とか人を運ぶ役割を負わされたというふうに私は考えてるわけですねそういうともうこんな関東あの朝鮮半島が遠いやないかという人もおられるかもしれませんが。 歴史は全部日本列島古墳を作られる範囲は連動してるということですねそれだけまあ中国政権の支配の網の目もきま細かに行き届いてるということを言いたいわけです。でそういうことからその 2, 2回の外交施策と磯浜古墳軍がどう関わってくるのかということですねそして全部古墳とかこういう古墳に表された 交通の問題っていうのはあくまで、えー、その地域に今まで伝統的にあったような交通もありますけどもこのここに表された交通ってのは基本的には中央政権の意図意思そういうものが強く貫徹されてるということを今日申し上げました。でそれに基づいてこのひたちなか古墳とか伊佐浜古墳あるいは水戸のあたこあたこ塚かあたこ山か,まかみんなこう統一的に考えてそして中央の動向あるいは九州の 古墳の動向も考えるともっと日本の歴史は豊かになってくるというふうに私は思ってますそういう意味で磯浜古墳の学術的価値は非常に高いだから史跡になったとこういう取っ手つけたような <laughs> 話になりますけれども、まあ、それは冗談として非常に価値が高いこの日立の古墳を一緒に保存活用していけばいいなとそのお手伝いができたらいいなと思ってる最近。 今日この頃ということになりますけれどもまあこれであの私の話ちょっと時間が早くなりましたが時間が押しているのでこの辺で終わりたいと思いますご清聴ありがとうございましたありがとうございました磯浜古墳群そして古墳時代のお笑いの当時の様子が思い浮かぶようなご講演でした今一度広瀬様に 拍手をお願いします。